男性発達障害生活保護、今年46歳になれます。支援者から毎年誕生日カードをもらえるんですが恥ずかしいです。どうせならチョコレートが欲しいです言ったら自分でなんかね、その欲望があるのであればそれは他人に伝えてください。で、僕に言わないでくださいその何だろうな、僕はそのあなたに誕生日カードを送ってる人でもないし、言われても僕がそのあなたにチョコレートを送ることはないんですよ。なので誕生日カードを今くれてる人に、誕生日カードも嬉しいんだけどチョコレートの方がもっと嬉しいですって伝えると、次回は誕生日カードじゃなくてチョコレートをもらうようになるんじゃないかなと思います。なので欲望はちゃんと他人に伝えましょう。18歳ひきこもりです。こんばんは。みんな当たり前のように学校に行ったり仕事に行ったりあるいは引きこもったりしてるけど、生きてるだけで尊いなって最近思えるようになりました。お母さんのお金で恐縮ですが、この500円どうか僕らを褒めてください。お母さんのお金を使わないでください。これでうまくいったってなると、お母さんのお金をもっと使うようになるので、なので僕はあまりこういうお金の使い方は良くないと思うので、引きこもりだったりごくつぶしとかが幸せになるような社会良くないなと思うので、お母さんのお金を取るのはやめてください。ひろゆきさんこんばんは。流れたので再度、本日推しのシンガーソングライターが BS ながらテレビ出演しました。今年は19歳のバイスデーライブもあり嬉しいこと好きです。これからも頑張っていただける頑張れもんちゃんとお願いいたします。もんちゃん誰？頑張れもんちゃん